結構大きめの台風、しかもこの町を直撃というかエビをもらいました。3000円電円ちょうど。今日は急遽撮影をしてます。台風がね、明日か分かりませんが来るということで、結構大きめの台風、しかもこの町を、直撃というかかなり近いところまで来るということなんで、買い出しに来てます。おそらくどうだろう、2日ぐらい家にこもんなきゃいけないかもしれないんで買いに来ました。何回か紹介してるんであまりご紹介詳しくはしませんが、ちょっと野菜を買っていきたいと思います。ここ混んでるな。ちょっといろいろ回ってみます。はい、グモーニング。シュリンプ、ハマッチパーキロ？340パーキロ。エビが340ペソキロなので、キロ700円ちょっとぐらいですか。あとで、なんか会議中なのかな、お祈り中なのかな、そんな感じです。さっき新鮮そうだったとこが空いてるな。今日はここで買いましょう。でっかい。でっかいなこれ。オーケー。ゴーヤ、ゴーヤなんかも161。あとなんか買いましたね、ちょっと後で。161ペソ、350円ぐらいですかね。お、マンゴーが真っ黒だけど安い。芋、チャイニーズ、チャイニーズ、メイドイン、ネダーランズ、チャイニーズ、プリーズチェンジ。ニュージーランド、ネザーランドってニュージーランドでしたっけ。こっちが、さっきの大きいのは中国製みたいです。126ペソ、だいたい260円ぐらいですかね。 Are they doing that meeting or something? Oh, oh really?Every once a month or? Once a month. What they are talking about? Like rules and regulations here. Share the information or yes, please don't do this or please do this. Rules and downs. Okay. And for those violating the rules, there is a punishment. I see. Thank you. 今のこのミーティングやっぱやってるみたいですね、この市場で。で、何を話してるんですかっていう話をしたら、やっちゃいけないこと、気をつけてほしいこと、やっていいことみたいな、その情報交換というか、多分お役所の、話とか、そういうルールの話とかをしてるみたいです。2年ぐらいこう来てますけど、初めてですね、こういうのは。どうやら月1回やってるみたいです。フルーツも買っていきましょう。パパイヤ、あとバナナ、これがね、美味しいような。あんまりね、黄色すぎるのはすぐ売れちゃうので。あれ、 This one please、ちょっと緑っぽいの買ってきました。
80. I buy these all together or separate? Yes, ma'am. Yes, sir. All. Together. So 80. こっちのお店と同じみたいです。これにしよう。これにします。スイカもあります。スイカが一切れ42ペソ、43ペソって書いてあるから100円ぐらいですね。このスイカ一切れ。黄色いスイカもあります。同じぐらい。ちょっと高いか、50ペソ、110円とかそんな感じです。このなんかね、こういうネバネバしてるのがついてる。これなんだろうな。What's this? Just something? Yes, sir.OK, so total 120? パパイヤ1個とバナナ10本ぐらいかな。で、120ペソ、250円ぐらいですね。さっきの多分米ですね。サラマー、Thank you. おお、Thank you. よしよし。とりあえずこのくらい野菜とフルーツと買ったんで、とりあえず 2,3 日ぐらいはこもれると思います。さっきのエビのとこに戻ってきましたけど、めっちゃ混んでます。生春巻きをね、この間韓国のレストランで作って美味しかったんで、家でも作ろうかと思って、レタスと、あと、キュウリか。あとこのエビを買おうと思って今並んでます。これ海ぶどうですね。あれ How much per kilo? 1 kilo? ああ。120か。1kg? ああ、No, thank you. Hello. I'm back.1kg, sir. Half kilo, please. エビをもらいます。200ペソ。約440円。エビ600グラムですね。貝とか巻き貝みたいなやつも売ってます。あれ、クラム how much per kilo?この貝はキロ150。ああ、オンリーシュリンプイズオッケー。あの貝はキロ150、300円ちょっと。とりあえず200ペソ、400ちょっとで買いました。400円ちょっとですね。じゃあとりあえず違うところに行きます。さて、次は野菜とフルーツを買ったんで、肉あたりを買いに行こうと思います。で、私ここのドゥマゲテという町に住んでだいたい3年目に突入しているんですけど、実際台風が直撃っていうのはまずないんですね。それは多分この町があんまりその台風の通り道ではないからなのかちょっと分かりませんが、結果的に台風がこうねすごい近くまで来て困ったってことは今のところないです。ですので、まあ今回天気予報を見る限り結構近くまで台風が来ると、で通り過ぎていくということなんで、まあ怖さ半分、どんなもんだか体験してみたいという気持ち半分、そんなところです。で、先ほどアパートの大家さんというか、オフィス事務所の人にですね、まあ、台風来るらしいんだけどどんな準備いるのとか大変なのとか、それこそイメージとするとね、窓が割れちゃったりする可能性があるんで、まあ、雨戸っていうのがこっちないんで、木の板をねこう入れるのとか、おお混んでるな、どうした、そんな話をしたんですけど、いやいや何もやんないよというようなことでした。なので恐ろしく、そうなんていうんですかね、身構える準備をするっていう、お新車だ、そういうことはやらないようですね。これなんかどこの車だ、トヨタの車ですね。お珍しい、
ここがこんなに混んでる。どうしちゃったんだ。おー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 、すごいバスが。行けって今言われましたね。何語か分かんないですけど、多分行けって感じでした。前ってあの信号がないんで、この街は一つも混んでるなと思うと、ああいうお父様方、係員の方が指示をしてくれるんで、ある意味助かります。じゃあここで肉を買って台風に備えます。ハローモーニング。やってるやってる。 Do you have モクサル？モクサル、sir? 1 kg モクサル please。 ブルゴギーカット。 誰もいないビリヤード、ちょっと見ていきましょう。あれ、お金書いてないな。いくらだろう。値段書いてないですよね。裏には30分いくらとか書いてますけど、聞いてくれって感じですね。裏には30分50ペソっていう風に書いてますけど、もしかしたらなんか暇な時と忙しい時と違うんかもしれないです。マヨブンタ。買うものは大体決まってるんですよね。ここだとキムチ、あ、豆腐がラスト2だ。キムチ多分1キロ、500グラムか1キロか分かんないですけど、あと豆腐、あ、でもこの豆腐がね500グラムなんで、500グラムだな。キムチもこれ110で、こっちが160、あ、量が違うんか。これ110ペソでしょ。これ80何ペソで売ってたんですよね。だから2、30ペソこっちの方が高い。2、30ペソっていうと、まあ50円前後、割高です。200. So we're gonna have typhoon tomorrow. Very big. Strong typhoon. Strong. So Dumaguete doesn't have typhoon so much. Usually typhoon goes to the north, like Manila or something, but not Dumaguete. But not so. Not so. Ah, that's I thought. 370. Thank you. 1 peso.371ペソだから、380としてかける2、380760、まあ800円ぐらいですかね。1キロ豚肉です。天気はまあ曇ってますけど、たまに晴れ間が出たり日が差したり、そんな感じです。いよいよ、まあまだね、そんなに風が強くてどうしようもないということではないです。これちょっと荷物を、家にエビも買った、肉も買ったっていうのもあるんで、帰って冷蔵庫に物を入れて、ちょっと海の方な感じか見に行こうと思います。あ、これがね、さっき立ち往生してて渋滞を作ってたクレーン車ですね。直ったみたいです。なので先ほどめちゃめちゃ混んでたこの交差点、もうすっきりです。あ、このオレンジの服着た人が、あの交通整理をしてくれた方ですね。お役御免で今休憩してるところのようです。ちょっと止まって様子を見たいと思います。よし、あ、飛行機だ。どうしよう、映ってるといいんですけど、ちょうどセブパシですね、飛行機が着陸するところです。到着だ。セブパシフィック飛んでるんですね、やっぱりね。もう最近は飛行機を使うことはめっきり少なくなりましたけど、ちなみに波はこんな感じ。
全然あの言うほどひどいとか高いとかいうことではないです。まあ普通ですね。あ、日も出てきた。今晩もしくは明日台風来るなんて話がありますけど、実際どうなのか。あ、でも強いな風が。おお、この辺に来ると結構強い。台風が直撃したらこの辺にあの海のこういうボートとかもうあれなんですかね、どっか飛ばされてっちゃうんじゃないかっていうぐらいの感じです。この漁で使ってる竹かごみたいなやつとかですね。特に民家の方々とか、その台風に対してなんか準備してるとか、そう飛ばされないものを片付けてるとか、そういった感じには何一つ見受けられないですね。普通にあのクリスマスの飾り付けっていうんですか、ああいったのもついたままですし、例えば植木を、何か植木鉢にあるそういう植物を家の中に片付けるとか、そういったことをしてるような感じはないです。とりあえず野菜と果物と肉は手に入れました。なので、水とですね、あと飲み物、まあ、お酒なんかも含めて、これから買い出し、買いだめっていうんですかね、をしていきます。ワイン屋さんですね、まあ、お酒屋さんって言った方がいいでしょうけど、ソフィアワイン&スピリッツって書いてます。ここは結構あれですね、品揃えもあって安いワインもあるというんで、ちょこちょこ来てます。あとあのクレジットカードが使えるんですね。それは非常に助かります。ハロー、モーニング、マヨブンター、ロマッタかな。これ280ペソ、600円ぐらいの。結局ワインってこのフィリピンはそんなたあの安くないと思うんで、300ペソ弱ぐらいでそこそこ美味しいのが見つかればラッキーかなというふうに個人的には思ったりしてます。はい、these are different 2, 3. You have Pilsen anywhere?No stock. Why? Why? Many people like. こういうアメリカのポテトチップスとか高いんですよね。1280ペソ。3000円ぐらいですか。なんだこれ。焼酎、焼酎。これ安いな。862ペソ。2000円ぐらい。田園。多少割高でもこういうのが手に入るっていうのはありがたいですね。山田錦とかね、1000円ぐらいです。こういうのも売ってます。銀杖を白鶴、白鹿か。さあこれからどうなるのか、台風は来るのか、そもそも実はまた進路を変えてどっかに行ってしまうのか、まあ、よく分かりませんが、とりあえずあの備えあればということで準備だけはしておきます。ただね、ここ私よくあの鶏の丸焼きを買ってるお店なんですけど、この屋根、トタン屋根なんか台風来たら飛んでっちゃうんじゃないかっていうぐらいの作りです。ここが飛んでしまうと私が鶏の丸焼き買えなくなって困るんで、ぜひ無事でいていただければと思います。じゃあ実際台風が来てどうなったのか、そのあたりについてはまた別の動画でご紹介したいと思います。とりあえず今日ですね、この動画をこれから帰って編集して今日の夕方間に合えば出したいと思います。じゃあこれで失礼します。そうだそうだ、忘れてた。カップラーメンを
買って行こうと思います。念のため何にも料理ができなくなったとしても、まあ、火ぐらいはねコンロ使えると思うんで、そういう最悪のことを考えてちょっと非常食というかを買ってみたいと思います。じゃあ入ります。おシューマイが売ってる。なんかいろいろ商売をやってますね。さてさて、あ、ここにもお酒は売ってるんですね。イチパンっていうね、日本のパン、日本のパンをイメージしてやったパン。How much? どれがイチパンチェ？80ペソ、180円ぐらいですかね。あとはまあこういうお菓子、大体この辺のお菓子。非常食、非常食ではないんか。まあたまには買ってもいいかもしれないです。まあどうせ一つ50円ぐらいだと思うんで、まあそれほど高価なもんではないんで、こういうの買ってもたまにはいいんかな。あ、これがねパンシーと、これカラマンシーの、これが日本人はね結構美味しいっていう話を聞いてます。ちょっと買っていくか。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。ありがとうございました。